富士市では親子で作った飾りを装飾した大きなクリスマスツリーが展示されています。高さおよそ5メートルの大きなクリスマスツリー、装飾されている飾りはイベントで制作された作品です。イベントに参加したのは園児や小学生と保護者です。講師の指導を受けながら赤や緑色のカラフルな画用紙にサンタクロースなどのデザインを描いて切り抜き、自分だけのクリスマス飾りを作り上げました。こういう作る機会を作ってくれると自由に作れて楽しかったです。工作が好きだから楽しいです。楽しくて明るいクリスマスにしたいです。このクリスマスツリーは来月27日まで展示されています。